今日も開拓生活を頑張ろう。建築家のアランが寒さによって死亡しました。人々が冥福を祈るための墓石がありません。あ、あらーん。寒さで行ってしまったか。家に燃料が行き渡っているのに犠牲者が出てしまった。もっと暖かい服を用意しないと長時間の野外活動は厳しいか。それにしても墓がないと言われていたな。死亡者が出ても埋葬場所がなければ、遺族の幸福度が低下するからなんとかしなければな。それじゃあ墓地を用意してあげるか。墓地は土地を指定して大きさを決めるんだね。大きければ大きいほど、多くの埋葬が可能だぜ。墓地は住宅地からほどほど離れた場所に建設しよう。家の真横が墓地っていうのは嫌だからな。しかしただでさえ少ない人手が減ってしまったな。移民、早く来てくれー。木材が圧倒的に足りないので伐採場を追加で建設するぜ。木材がないと家庭用の燃料が作れないから仕方ないね。人ではないが、多分新しい伐採場が完成するよりも早く移民が到着するだろう。一日でも早く来てほしい。一列になって町の中心に向かう一団を発見。岩場だろうが川の上だろうがお構いなしに進んでいくぜ。地形をものともしない突破力、彼らも開拓野郎に間違いない。というわけで初の移民がゆっくりタウンにやってきたぜ。もちろん迎え入れるよ。移民を迎えるには視聴者で定住を許可してあげればいいだけだぜ。長旅で疲れたろう。君たちも今日からゆっくりタウンの住人となるがいい。こうして10人の移民を受け入れたぜ。移民たちの家を建てないといけないね。すぐに町の拡張をしよう、と思ったが木材がなかったんだった。伐採場の方も木材がないから建設がストップしてたぜ。この。急いで伐採指示を出すぜ。木の伐採も町から離れてやる必要があるからちょっと効率が悪いよ。こうした資源の採取は暇な労働者がやってくれるのかな。少なくとも農家が畑をほったらかしているところは見たことないし。もしかしたら食料関係の職場だけ自分の仕事を優先しているのかも。伐採場が完成したけど、作業員が一人しかいないよ。手の空いている労働者がゼロ人だし、人手不足だな。移民が入ってきたはずなのに。10人だけじゃ全然足りないということだ。次の移民、はよこい。さっき来たばかりなのに無茶言うなよ。視聴者と並んで町の重要施設となる船着き場を建設するか。これで前回の最後に出てきた船と交易ができるわけだね。あと、船着き場があれば業者に物資を注文することもできるぜ。ネット通販かな？あ、また問題が出てきたぜ。今度は何さ？二人の市民が衣服を持っていません。衣服の生産には縫製所が必要です。衣服も消耗品なのか。というかこれから冬に入るのに衣服なしはまずすぎる。縫製所を建設しないとな。鍛冶屋の隣が空いているからそこに建設しようかな。縫製所を建てるのはいいとして、職員はどうするの？なんとかひねり出す。今度はどこの人員が削減されてしまうのか。対岸の木も伐採しないと木材が全然足りん。現在、木材の在庫はゼロになっているよ。燃料の在庫もゼロだし、新しく建設した移民の家に燃料が行き渡っているといいんだが。まあ最悪よその家で暖を取らせてもらえるから大丈夫だよ。なんかおかしいな。どうしたの？いつもは伐採指示を出すとすぐに行動してくれるのに、誰も橋を渡って対岸に向かわないんだ。本当だ。橋を渡ろうとする労働者が見当たらないよ。町の方を見ると手持ち無沙汰にしている住民も何人か見える。どういうこと？前は普通に行けていたし、橋の隣に水上製材所を作ったのが原因で、橋が機能しなくなったのか。でも橋は塞がれていないよ。バグかも。メタな発言きたな。しょうがないから橋を建設し直すぜ。木材がないのに橋を建てるための木材が必要になるのか。なるべく町から近い木を伐採してなんとか捻出しよう。それと衣服を持たない市民の数が10人を超えたよ。衣服も早く用意しないとな。早く縫製所を建設しないと。そのためには木材がいるんだよな。あと燃料用の木材もいると言っておこう。木材の需要が青天井だ。なんとか縫製所が完成したぜ。現在畑を閉鎖しているから、暇している農民が仕事についてくれたよ。比較やウールといった素材から服を作ることができるが、どれを材料にするの？比較にしよう。在庫が120個ほどある。ということは60着の衣服が作れるわけか。今の市民に十分行き渡る量だぜ。服はなんとかなりそうだね。橋も作り直したぜ。古い橋は撤去したんだね。
さて、これで向こう岸に移動してくれるかな。市民の行動を観察しよう。お、ちゃんと橋を渡ってくれているな。これで対岸の資源も回収できるようになったね。今後は橋のすぐそばに建物を建てないようにしておくか。気を取り直して開拓を続けていこう。衣服もねえ、材木もねえ、石材もそんなに残ってねえ。人もいねえ、娯楽もねえ、水車が毎日ぐるぐる。おらこんな村嫌だ、東京へ出るだ。文句言うなよ。それに町の人口が増えないから新しいことができないよ。早く労働者が増えないと私も暇だよ。ん、子供が成人するのはまだ先だし、大人の増加のタイミングは次の移民が来た時になるかな。まるでターン制だな。ほれほれ、文句言ってないで資源を集めろ。お前が言った通り町には足りないものが多すぎる。最低でも燃料や建材になる木材はしっかり確保しておきたい。ほれ、こっちに新しい橋を架けるから、対岸の資源を採集するんだ。むむむ、確かに暇だけど気は抜けない。ああ、資源を集める日が続くねー。うん、マリサ、誰か来ているよ。旅商人だな。こんな偏僻な土地まで商人がやってくるのか。定住地に旅商人がやってきて徘徊しながらゆっくりとカートを押しています。彼に銀貨を払うと価値のわからない、今までに見たことのない品物を提供してくれます。銀貨を払ってこの品物との取引を行いますか。なんだ、売っているものを明かしてくれないのか。わかることは今までに見たことない品ということだけだな。何が手に入るのかわからないのにお金なんて出せないよ。もう少ししたら交易船も来ることだし、この取引は流すとするぜ。交易船がやってきたよ。何か有用な商品があればいいんだがな。船は完全に船着き場に着岸したけどまだ取引ができないよ。すいません、まだ時間かかりそうですかね。ちょっとのんびりしすぎなんよ。まあこうやって待ち構えておくもんじゃないんだがな。あ、取引が可能になったみたい。それじゃあ早速商品を見てみるか。これが交易船が積んでいる商品か。必要ないものばっかりだな。まさかの取引なし。家庭用燃料は買ってもいいと思ったが、よく見ると在庫が320もあるしいいかなと。まあ、それだけ在庫があればわざわざ買う必要はないね。というわけで取引はなしだ。今度はもっといい品物を積んできておくれよ。ふーむ、こうしてじっくり見るとここもちょっとした集落と呼べるくらいにはなったんじゃないか。最初は市場と建設用車と資材置き場だけだったからね。人手は常に足りていないが、ここまでの開拓生活は順調と言っていいだろう。衣服と工具の要求も今のところ収まっているしね。食料も2300以上あるし、しばらくは市民に安泰な生活を提供できるだろう。と思っていたら一月で食料が400くらい減少したぜ。人口が増えたから食料の減少スピードが速くなったのか。狩猟小屋だけじゃ食料生産が間に合わん。こうなったら満を持してあの施設を建てるとするか。あの施設って、この釣り埠頭だ。こいつを建設すれば魚を漁獲できる。エリア内の水域が大きいほど生産量が多くなるのか。あと釣りスポットがあれば生産量が増えるぜ。釣りスポット、こいつのことだよ。その魚マークか。だから釣りスポットの隣に建設するぜ。これで新しい食料生産の手段ができるわけだ。ちなみに早くから製材所データを生産していたが、すべてはこの釣り埠頭を建設するためだ。釣り埠頭にはこのように板が必要だからな。冬でも安定して食料が生産できる施設だから、早めに建設できるようにしておきたかったんだぜ。確かに人口が増えてきたら狩猟小屋のビビたる収穫じゃ全然足りないからね。あとは釣り埠頭まで続く道を建設して、移動をスムーズにしてやるぜ。みんな寒くなったらすぐに家に入るんだぞ。お、なんだ。町長の選択だな。市庁舎を建設して町が発展してくると選べるようになる。私が任命できるのか。町長を任命すると町にバフがつくぜ。英断を町長にすると樹木の再生間隔が 10% 速くなって、エドワードの場合は家畜で牛を入手できるのか。今は畜産も始めていない状態だし、木材が慢性的に不足しているから、英断を町長に任命しよう。これで町の発展につながるといいな。もうすぐ春という時に釣り埠頭が完成したよ。これで市民の食卓に魚が並ぶことになるぜ。なお、現在料理をする施設がないので市民は食材をそのまま食べている模様。食卓には食材の味を生かした一品料理が並んでいるぜ。食材の味しかしねえ。
まあ後々調理した食事を提供できるようにしよう。あ、釣り不当から船が出たよ。一本釣り漁法で川魚をバッサバッサと釣り上げる。まさに匠の技。不当からも釣りをしているようだな。どれ、ちょっと市民目線で様子を見てみるか。何これ、素振りでもしているの？これは古代稲荷寿司文明で広がっていた高速一本釣り打法。釣りなのに打法とはこれいかに。まあよくわからないけど、岸から魚をしばき倒して捕まえているんでしょう。お前言っていることむちゃくちゃだな。次の移民を待たないと思い切った町の拡張ができないな。やはり単性だったか。おや？なんか夜になったな。まあ地球に住んでいるんだし夜に暗いなるでしょ。今まではずっと昼だったが。アマテラス大神が岩戸に隠れたんでしょ。だがこうして見ると夜景もなかなか綺麗だな。装飾品の中には明かりを放つものもあるみたいだから、余裕ができたら建設してみたいね。ところが、この闇夜のように暗淡とした事態がゆっくりタウンに降り注ごうとしていた。備蓄用ハーブが減っています。まずいな。薬草の在庫がゼロになっちまった。大丈夫なの？大丈夫じゃないぜ。町全体の健康度が瞬く間にヤバい水準に突入。健康度の低下によって、市民の移動速度が減少し、スタミナの消耗も激しくなったぜ。取れる薬草の量も限られるし、一体どうすればいいんだ？町全体が不健康になったところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の丸いアイコンから。高評価もよろしくだぜ。